週のエビ中タスタスは広田の持ち込み企画、エビ中タス写真。メンバーがとっておきの一枚を披露。すると、おおわあ、これいいね、かっこいい、かっこいい。メンバーの意外な才能が発覚。エビ中タスタス、スタート。私立恵比寿中学にいろんなものを足してみる。恵比寿中学。これですよ。おカメラ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。これまた連続でこれ違います。ちょこっとだけ斜めにして撮ると、うん、今日は私、ひろたが密着を務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、そして流れ星の滝上と中衛です。せめぎあう春休み、モラトリアム中衛。さあ、今日はね、なんか学校に行きましたけど、はい、今日これ一体何するんでしょうか。これですよ。あ、カメラ。今回、一円達成するのは、うん、写真です。お写真。なるほど。これなんでね、あの写真がテーマなんですか。なんか、うん、観覧車の中で喋るやつあったじゃないですか、うん、あの時にね、うん、リコちゃんと、うん、あの最近写真にハマってるよっていう、あ、そうなんだ、トークをしてたんですよ、うんうんうん、先日放送した冬の遠足冬園の会で観覧車トークを満喫していた時、木の田はこんな話を。あのさ、カメラっていいなと思ってね、最近。違う、本当にいきなりよくなんだけど、なんかあいか今まで電車だけちょっと撮る趣味で使おうかなと思ったけど、なんか人とか撮るのもいいなとか思い出して。これまで電車にしか興味がなかったひろたが、人物も撮ってみたいと熱弁。そんなひろたの思いを受け、今回の企画が誕生したんです。なに、ひろたカメラは何、自分なの。そうですよ、自分のこれも買ってもらったんです。マイカメラ。ちなみにひろた、そのカメラではさ、何を撮ったの。最近のお気に入り写真はこちらです。じゃーん。すごい、うわー、すごい、綺麗、かわいい。結構本格的ですね。ちょっと待って、これどこで撮ってるんですか。香川。香川はい、琴殿っていう。琴殿、すごいな。これちなみになんかお気に入りのポイントとかあるの。お気に入りのポイントは、うん、こだわりのポイントみたいな。なんかあのちょうどこう逆光ってかで、うんうん、ここがこの顔が、うん、あの陰ったところが、うん、なんか逆 にあのいい、あ、なるほど、味が出てるなって。顔って言うんだ。正面のこと顔って言うんだ。トーマスぐらいかなと思った。今回はせっかくなので、はい、皆さんのスマホの中にあるお気に入りの写真を皆さんに持ってきてもらったので、うん、いいですね、こういうのってあの、ね、性格とか出たりしますからね、うん、写真一つでね、楽しみです、はい、まずはメンバーのプライベート写真をチェック。スマホの中に入っている写真の中から一番お気に入りを選んでもらった。題してエビ中スマホ写真館。はい、それではまずはこちら。はい、何、はい、あ、これ誰ですか、これは。これまず被写体が、これは食い倒れ人形じゃないですかね。違います。違います。これ安本、はい、
安本ですよね、はい、撮ったのはお父さん。あ、お父さん。あ、じゃあ安本の写真ってことね、これは、はい、お気に入り写真、うん、お気に入りで自分が写ってる写真を持ってきた。わからなくて、いい、ね、どういう、その写真あんま撮らないので、うん、エビを焼いてます。あ、エビ焼いてんだ。あ、エビだろこれ。なるほどね。エビ中だけにエビを持ってきました。なるほど、ね、ここでそこはちょっとこだわりのポイントね。すると、松野が何かを発見。あ、松野どうした？気になったのがいない。どうした？あのさ、金色のところにさ、お父さんが写ってる。どこ？ここ？そうそう、お父さん。え、これお父さん？あ、これお父さんか。お父さん、ムンクの先みたいになってるね。すごい。皆さんは気づいているだろう。心霊写真みたいになっちゃった。お父さん。本当だ。すごいね、松野。よく気づいたね。それでは続いての写真はこちらです。はい。あれ、あれ、これまた連続で、これ安本ですよね、これ。これ誰ですか、この写真は。あ、小林さん。あ、弟子がね、師匠の写真を撮ったということですか、これは。新横浜の駅や新幹線のとこで、うん、もう広田が新横だねってどこで分かるんだろう。分かるの？どこで分かるの？でも新幹線で分かるんですけど、品川ではないから、うん、品川ではないの、これ。おすすめは角度と顔ですね、うん、あ、顔ね、顔なんかちょっと渋い顔でね、うん、これは本当に好きすぎて、あの、ま、あのママとの会話の中でそれをスタンプ代わりに勝手に使ってますよ。どういう感じで、どういう感じの時に使うの、このスタンプ。え、なんか今から帰るね、キラーみたいな。いやいや、安本さん、それは知ってましたか。え、知らなかったです。知らなかった。あなた、スタンプ代わりになってますよ。嬉しい。え、これここの柱に反射してるのお父さんじゃない。お父さんいない。お父さんいない。この緑色で。いや、違う違う。お父さんさすがにいないと思いますけどね。まさかのスタンプ代わりにね。まあ、何でも了解とかもね、使えそうですよね。なんか今日の夕飯何みたいな。今日の夕飯何何でもいいから。で、またこの写真貼って、カニよとか。あ、いいね。で、エビじゃないんかい。カニよ。3つ同じ写真でね。なるほどね、うん。続いての写真はこちらです。おお、すごい。なんだ、滝かな、これは。めっちゃ、これ誰の写真？私だ。あ、真山。真山、うんうん、これは何、どこ、これ。これは、うん、あの軽井沢に家族で旅行に行った時に、うんうん、あの白糸の滝があって、うんうん、で、白糸の滝の道中です。白糸の滝ではないのね。はい。あ、そうなんだ。ミニ、ミニバ。すごい紛らわしいね。なんでこれお気に入りなの？あの、私川っていうか水が大好きで、うん、家でもずっと水の音を流してるんですけど、うん、なんかちょっと待って、なんか音、うん、川の音のなんかそういうのあるじゃないですか。あ、癒しの、癒し系の、あれをずっと流してて、うん、なんか今にも聞こえてきそうじゃないですか、うん、ザッハッて。これね、そう、うん、でもなんかさ、ちょっと斜めってるよね。そう、あのちょこっとだけ斜めにして撮ると、うん、かっこよく見えません？うん、かな、なんか見にくいよね、なんか、なんかちょっとけどおしゃれよ。おしゃれだけど、もっと滝を真ん中にしていいのかなっていうね。いや、それは滝上だから。なんで滝下に別に滝と言ったら俺とかじゃないんですけど。何してるよ、そんな。続いての写真はこちらです。はい。おっ、おー、ほら、これいいね、かっこいい写真。かっこいい。これは、はい、お、松野の写真。すごい。これさ、これも松野だよね。これ私です。川倉と湘南に行った時で、うん、去年の夏の話なんです、これ。で、友達と二人で撮って、うん、友達が撮ってくれたんだ、これ。そう、すごい、なんか、すげえな、めっちゃ綺麗だった。綺麗。そうで、ちょっと食べてる風がいいねみたいな感じになって、うん、なるほどね。太陽食べてるみたいな。太陽食べてるよみたいな。そういうことが、光の矢が来たのをギリギリ避けたところの写真じゃない。光の矢じゃない。え、それ本当だ。光の矢がね。続いての写真はこちらです。おお、うん、何これ。あー、これか。寝そべってんだ。あ、なんか、すごい色だね、色合いは。めっちゃ格好しとるやん。パステルカラーというか、これは誰？
あ、星野。なんかこれは海沿いのなんかちょっとした坂道、堤防みたいな、そう、あそこに寝転がって写真撮ろうってリナに言われて、でそれでリナのカメラをでこうやって撮ってる時にリコが上から撮ってるっていう写真で、あ、そうなんだ。なんかフィルターみたいなのをかけて、へえ、なんかおしゃれな感じになるね。おしゃれ。なんか普通にいいの来ちゃったからどうしたらいいか逆に分かんない、ね、もう一回あの新横浜の駅だよ。普通は普通、普通の写真だよね。けどみんなそれぞれ味あるね、うん、ありますね、骨が出てる、うん、続いてはこちらです。お、めっちゃ綺麗。これ、ちょっと待って、これ誰？はい、リコ。これ何、中山なの？みどっちが撮ってくれたの。すごいな。なんだろう、写真集みたいね、うん、あのシャンプーの CM とか。すごい、いけそうな。ここにキャッチコピー入るよね。入る。すごい。撮影でカメラをみどっちに渡して、みどっちが撮ってくれて、みどっちがウォーって叫んだ写真。ウォーって撮った瞬間に。これ見るわ。すごいの撮れたって。すごい。やるじゃん、みぞっち。みぞっち結構奇跡の一枚撮ってくれる、うん、あ、そうなんだ。なんかこの余白もいいよね、なんか、うん、髪の毛の感じがすごい動きが、ね、あるよね、うん、写真ね。全部白っていうのもいいね、衣装もね、うん、じゃあ続いてはこちらです。わ、これもすごい。これ誰、ひろた。はい、これは何？あ、カモメだ。そうなんですよ。超かっこいいじゃん。何これ、これ狙って撮れる写真じゃないじゃん。狙って撮れないよ。これどこ、これ？これはまあみんなで撮影で熱海の方に行ったんですけど、うん、その時に船みたいのにこう乗らせていただいて、うん、こういう鳥がめっちゃ来るところでこう餌やりみたいな、あのバーって飛んでるやつね。絵みたい。すごいね、構図的にも。なんだろう、うん、このままパズルにしても売れるよ。そうだね、うん、これ、うん、これは来たと思う。これ来たね。これ来た、うん、もう一回ちょっとあの2つ目の新横浜で、ね、もういい。もうブリッジみたいになってる。僕はでもこのパズル欲しいですけど。じゃあ次は最後の写真になります、はい、最後。こちらです、はい、これこれだ、誰だこれ、校長。これかわいい校長だ。かわいい、ひなちゃんだね、柏木。そう、これどういうこと、なんかなんかさ、これなんか線が出てるけど、そう、あの、違って、埼玉の時にライブの時にみんながあのちょっと休憩とかいろいろしてる時にあのシーバーの線がない。あ、これね、これトランシーバーの線なんだ。動けないよってずっと。あ、ここに引っかかってる。そうだよ。あ、そういうことか。どんどん引っかかってで大爆笑して。あ、ビーンってなった瞬間。なるほどね。で、柏木がハッと通ってくるっていう時の顔だ。そう、でも私はすごい爆笑してて撮れる状態じゃないから、うん、先に写真を撮らせてください。できた、これはできた。いや、これいいね、すごい。これ充電中のロボットじゃないですか。もう目だけですけど、参ったなって顔します。もうここの表情想像できる。参ったって顔しますもんね。こうしてそれぞれお気に入りの一枚を見せてくれたメンバー。続いて、いつも写真を撮られるアイドルならではの撮影用の決め顔を見せ合うことに。どうぞ。あー、やってる、やってるよね。あるアヒル口。え、でも前見ないって。おちょ、ひろた何やってる。ひろた興奮しすぎ。みねちゃんは、なんか、あー、これがポイント。あ、これがポイントなんだ。確かにやってる。あ、俺やってる。うん、だって。あ、そうなの。やっぱ自分では無意識にやってるから、うん、分かんない。そう、気づかない。右と左が一緒に動いちゃう。右と左が一緒に動いちゃう。分かる。分かる。なんかたミスしてたもん。こっちだ。あ、こういうこと。こういうことね。なるほど。これ何、星名なんだ。あと、こうやってたらこうやっちゃうし。なるほどね。繋がってんだもん。確かに。見るかも。なるほどね。あ、今日確かに俺もこうやったらこうやっちゃうもん。いやいやいや。あ、すごい。あれ関係ない。
一緒になっちゃった。一緒じゃないです。違いますよ。続いて柏木が決め顔を披露。さあ決め顔まで3、2、1どうぞ。あー、決めたって感じだ。安定感抜群のいいですね。さあどうしたの。中山どうした。中山どうした。2人でやるの。そう、2人でやる。合作なんだ。なるほどね。何やら柏木が後輩中山へ伝授したというとっておきの決め顔があるとのことなので見せてもらうことに。あ、じゃあ本気でやるので、放送はモザイクかけてるんですけど。そんなことない。じゃあ見るだけ見て。見るだけ見てね。モザイクはじゃあスターダストなんでお願いしますね。はい、ただもう今みぞちゃん諦めた顔しますよ。はい、じゃあいきますよ。2人合作の決めポーズですかね。3、2、1、どうぞ。これはダメ。はい、ダメ。エブブー。そう、これを昨日私が教わったポーズで教わったんですね。あの、ダメです、ダメです。もうダメです。みぞっちの前にもうダメです。みぞっちが天を仰ぎました。はい。さあ、それではメンバー念願の企画ですね、エビチューペア撮影会フォトコンテストを行いたいと思います。この後メンバーがお互いを激写。一体どんな写真が撮れるのか。せーの。あ、いいんじゃない。なんかすごいよ。良さそうだよね。なんかすごい。さあ、それではメンバー念願の企画ですね、エビチューペア撮影会フォトコンテストを行いたいと思います。なんかみんなやりたいって言ってたんでしょ、これ。なんかね、このコンテストはメンバーそれぞれが好きなカメラを選び、部屋に分かれてお互いを撮影。その舞台は学校、教室や屋上、体育館などさまざまなシチュエーションを自由に使ってモデルとなるメンバーを最も可愛く撮影した人が優勝となる。見事ですね、1位に選ばれた方にはこちらです。はい、じゃじゃん、このカメラを差し上げます。ね、これ本当にもらえますよ。こういう感じでね、なんか撮れるのいろいろね。欲しいでしょ。欲しい。これ1名の方にね差し上げますからね。はい、1名の人頑張ってください。はい。そして今回メンバーが撮った写真を審査してくれるのは、専門学校東京ビジュアルアーツ写真学科の講師でプロカメラマンでもある国武正和先生。プロ目線で厳正に審査してもらいます。今、先生と電話します。国武先生ですか。はい、国武と申します。あ、すいません、お願いします。これからじゃあ、後になりますけど審査の方よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、中央です、ガンダム。はい、どうも。というわけで、まずは運命のペア決めから。くじ引きの結果、真山松野ペア、小林中山ペア、安本柏木ペア、そして広田星名ペアという組み合わせに。それじゃあ行ってらっしゃい、スタート。いよいよエビチューフォトコンテストスタート。まず真山松野ペアが撮影場所に選んだのは下駄箱。いいよ、入れてる感じがいい。2番目なんだ。おはよう的な感じかな。はい、おはよう的な感じ。朝、私の中のリナのイメージ、なんかモデルのリナが好きで、私モデルしてる時のリナが好きで。ダメついちゃった。いつになく真剣な表情でシャッターを切り続ける真山。一体どんな写真が撮れているのか。マントがなんか違和感だね。マントが違和感。マントが違和感だ。めっちゃマントが違和感。続いて広田星名ペアが撮影場所に選んだのは教室。
まずは星名が広田をプロデュースする。どこにマット取る？マット取る。勝手にまず取ります。マット取んないとちょっとなんか雰囲気で、雰囲気で。この二人は真山が悩んだ大事な衣装のマントを速攻外して撮影開始。あ、逆にカメラを見せて、いいよ。設定は写真部の子。 OK。 写真部。すでに頭の中にイメージが出来上がっている様子の星名。設定やポーズ、表情など細かく指示を出す。あ、わかる。ポイントはちょっと影から見てる感。愛花のことが好きな人は撮ってる感じ。やばい。やばい。愛花を見てる感じ。あ、覗き見だね。続いて先ほど真山松野ペアが撮影していた下駄箱にやってきた2人。難しいからバーってやる。あ、いいね。巻き散らしてみたいな。いいね。よ、せーの。アイクがあわあわしてる姿しか撮れてない。暗いな、ここ。もうちょっと明るいとこでやろうか。一方、小林・中山ペアは理科室をチョイス。ここで小林が撮りたい写真とは。この中にリコちゃんを入れたいと思います。中山を入れるとは。リコちゃんって分かんない。とりあえず、せーの。全然どうしたらいいんだろう。入ってるんだけど、ただね。これもうちょっとこう、あ、いいんじゃない。なんかすごいよ。良さそうだよね。なんかすごい顔にメモリが深くなって。え、でもすごい。あの、一番目にすごいいい出来です。再び中山をフラスコの中へ。あ、いい、いくよ。はい、チーズ。入ってる。さっきよりいいと思いますね、これ。なんかこれをやりたかった。何笑ってんだよ。とにかく中山を入れて満足の小林。顔は見えないが。そして安本・柏木ペアが撮影場所に選んだのは体育館。あ、ダメだ。なんかめっちゃ冬感出るな。何かが欲しいです。やえちゃん、頑張って。これ両手の方がいいですか？どうしたい？あ、両手で、うん。上から出てる。ジュシア、上からのが可愛いんだな。なかなかアングルが定まらない安本。さらに。あ、違うとこじゃない。あ、動画始まっちゃった。なんだって、ね、あ、そうだった今。あ、間違うとこじゃない。あ、動画始まっちゃった。なんだって、こんな動画いらないから。ちょっと、え、直した。そもそもカメラの使い方を理解していない安本。これで柏木を可愛く撮れるのか。そこで、うん、踊って踊った。なんかくるくるって回って。続いて安本が柏木に出した指示は踊る。ただでさえ撮るのが難しそうなシチュエーションだが。怖い怖い。あ、怖い。あれ、起きるわ。ちょっとなんかこうゆっくりやって。こちらのペアも顔すらわからない写真を連発。果たして可愛い柏木の写真を収めることはできるのか。続く。
次回のエビチュータスタスはエビチュータス写真公開。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。せーの。全然